車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドボディから鈴木と、あと新しいカスタマイズの別車両が入庫してますんで、はい、そちらも一緒に紹介したいと思います。紹介するのが名古屋店の小塚さんです。よろしくお願いします。まさか小塚さんとボンドボディで会うとボディで、はい、そうです、初めてですね。ボディで名古屋から今日持ってきたばっかりですよね。そうです、はい、今日運んできました。というわけで小塚さんが担当する新しいカスタマイズの車はこちら、ポルシェ911、はい、991.2 ですね、はい、のターボ、ターボです、はい、ということでこちら何をするんでしょうか。はい、テックアートのエアローと内装とかの、カスタマイズをさせていただきます。さっきさらっと内装って言いましたけど、はい、内装まで全部やっちゃうんですね。そうです。というわけで、はい、もう内外装のコンプリートに。そうですね、はい、オーナー様、まあ、重症患者様なんですけどもう、はい、自称です、言ってます。はい、外装のエアロしかやる予定はなくて。あ、そうなんですか。元々のお問い合わせはそこからなんですけど、はい、まあ、せっかくやるんだったらっていうので、まあ、あのホイールとか、まあ、ローダウンもそうですし、それだったらもう内装までやっちゃいましょうっていうので、あのそこまでやるようになりました。なるほど、はい、というわけでまず車のベースの状態から見ていきたいんですけど、はい、もう全部ノーマルっすよね。はい、そうですね、基本ノーマルです。オプション満載のノーマルの車両になります。というわけで今回この状態から一気に仕上げちゃうと。はい、で色とか装備とかいいっすね。いいですよね。車がまずアゲートグレーということで、はい、そしてこれ一番高いヘッドライトじゃないですか。はい、がオプションについてますね。というわけでベース車両だいぶいい気がします。はい、でテックアートのエアロを一通り巻くんですよね。はい、そうです。でテックアウトあれですよね、991.2はバンパー交換じゃないですよね。ではないですね、はい、基本的にオンしていく形になるので、はい、まあ、この辺塗り分けなんかもじゃあお楽しみにという感じでいいですかね。はい、そうですね。そしてあとはこれホイールなんか変えちゃうのもったいないぐらいのホイールじゃないですか。そうですね、まあ、ただやっぱりちょっとインチが小さいので、やっぱりあのやっぱりコンセプトとしてはやっぱりそこまであのコテコテにしたくないので、まあ、あのちょっとクラシカルなイメージも出しながら、さらっとインチアップしてっていう感じでホイールは選びました。なるほど。というわけで、はい、この辺もしっかり変えて車高もしっかり調整していくと。はい、はい、そうです。そして今回は、まあ、内装に絡めてですけど、ルーフがこのボルドーなんですね。で、はい、内装も今もう外れてバラバラ、はい、シートも何もない状態なんですけど、これは名古屋の方で今同時作業で、はい、進んでるんですね。はい、そうです。バラして、あとは、本国に送る準備をしてます。なるほど、はい、というわけでこの辺の相性なんかもあんまり過去にない感じに仕上がるんで、とてつもないのができそうです。そしてサイドなんかもデックアウトのエアロがついて、後ろもっすよね。はい、そうです。というわけでこんな感じで仕上がっていくと、はい、細かい仕様に関してはじゃあ順次報告していく感じで大丈夫ですか。そうですね、はい、順次、はい、さあそして内装はこんな感じで、はい、もう小塚さんの手によって、はい、もうバランバランになってあの小塚さんってあれですよね、フロントもやりつつ作業もできるんですよね。あ、そうです、はい、作業もやってます。なんでこれも全部私がバラバラにしました。だから作業の難易度もちゃんとお客様にお伝えできるし、はい、進捗なんかもちゃんとやり取りして、そうです、まあ、カスタマイズができるということで、で、はい、小塚さんの手によってドアもシートも全部外されて、で今回表皮を全部、いや本体ごとです。あ、そうか、シートごとか、はい、表皮は剥がさずに、はい、外したパーツをドイツに送って、はい、ドイツで張り替えてもらって戻すと。はい、そうです。で戻すのも小塚さんが全部やるんですね。やります。いや逆にバラした人でないと戻せないんで。だから今こう喋ってますけどだいぶ表情がげっそりしております結構大変ですよね。結構えぐいですね。でもちろん手段として車ごとドイツに丸ごと送るっていう方法もあるんですよね。そう、まあ、結構かかりますよね、費用的なところ。そうですよね、だからそうすると輸送費結構かかるんで、はい、まあ、本当にがっつりもうこっちじゃ触れない細かいそのパネルのペイントとか、はい、なんかもういろいろやるんであればドイツに送った方がいいかなと、はい、ただ、まあ、内装メイン そのシートとかドアとかそのぐらいのカスタマイズあれば全然名古屋でもできちゃうということで、はい、そうです、はい、これから作業が進むみたいです、はい、あとはハンドルとかどうするんですか。ステアリングも交換します。なるほど、テックアウトのものに、はい、じゃあその辺も戻り次第交換されるということ で、はい、であとメーターの色も。あ、メーターもっすか、はい、テックアウトですね。結構触れるんですね。で、まあ、外装もそうですけど、まあ、どこまでやるかも全部ご相談できるんですよね。もちろんです、はい、だからもう全部つけないといけませんよっていうわけじゃなくって、はい、まあ、これとこれとこれ、はい、内装こことこことここっていうのができるんで。そうですね、まあ、小塚さんにご相談いただけると、はい、まあ、そのカスタマイズのレベルも、はい、もう本当にやろうとは全部できますからね。そうですよね、今回はそこまであのがっつりっていうよりかは
さらっとした感じでもちょっとヘリテージっぽさを出したいっていう。なるほど、はい、あちょっとそれあのカスタマイズのヒントですね。そうです、コンセプトとしてはそうです、今後あどんな感じであ最終的にあヘリテージっぽいなっていうふうに思っていただければと思うんですけ ど, できますので、はい、ぜひご相談ください。はい、はい、続いて紹介するのはこちらのゲレンデです。皆さん覚えていますでしょうか。前回前々回ぐらいマットブラックの新車のゲレンデこれからいろいろやりますって言ったそれです。というわけでこちらメニューを改めて発表いたします。まずはご覧の通りオールペン新車ですよ、新車。そしてブラバスワイドスター、そして800馬力やっちゃいますということで、まずは一番最初にオールペンということで、今回あのマットブラックのボディからこのシルバーにオールペイントしております。ただこのシルバーただのシルバーではございません。だって思いますよね、ゲレンデだって新車でシルバーあるじゃんって。そうなんです、これはですねゲレンデの純正にないシルバーにオールペインしております。実はこのシルバーメルセデスのクラシックなカラーで、もう本当に何十年も前に一瞬だけ使われてた色、300SL とかのシルバーですね。シルバーグレイっていう色なんですけど、その色で今オールペンしてる最中でございます。なので近くで見てもらうと分かるんですけど、今時のシルバーみたいにそのメタリックパールな強めな感じじゃなくって、クラシックな感じ、少しあのイエローも入ってるんじゃないかな、ちょっとあの温かみのあるシルバー、もうクラシックな印象になるようにこれをオールペンしております。そして今回これツートンになるみたいで、屋根だったり今取り外されてるんですけど、フェンダーなんかはグロスのブラックで仕上がるみたいです。というわけでもうとにかく全部塗ってます。もうこのライト外したところも、もうエンジンルームはさすがに今回エンジン下ろしはしないんで、まあ、ギリギリ前ですけどエンジンルームの際のところだったり、あとは今回もうとにかく塗りまくってるんで、このガラスも全部外して、窓の枠も外せるパーツを全部外してオールペイントしております。なので多分本当にちょっとやそっとばらしたぐらいじゃあの元色わからないぐらいの感じで塗っております。前の色がマットブラックなんで、これ例えばドア開けてマットブラックが見えちゃったりするとかっこ悪いんで、本当に元色がわからないぐらい全部で、まあ、これをやりつつ、まあ、タービンをばらしつつで、タービンばらして本国で800馬力出るタービンに変更してもらうんですけど、それはだいたい1ヶ月2ヶ月ぐらいかかるのかな。なんでまだまだ進捗率でいうと 10% もいってないんじゃないかなっていう感じだと思いますけども、これは順次進捗お伝えしますんで、ぜひチャンネル登録してお待ちください。さあ続いて見ていただきたいのはこちらです。結構あのボンドボディだけじゃなくてボンド全体、あの輸入車じゃないと入庫できないんじゃないのみたいなイメージ持たれてると思うんですけど、この辺の国産車特に最近多いのは90年代のGT カーですね。この辺の入庫も最近めちゃくちゃ多いです。でこれ確かペイントでドアとか塗ってた感じだと思うんですけど、そういったカスタマイズもいろいろできますんで、ご相談いただけるといいんじゃないかなと思います。そしてですね、ブログで登場してたセブンもだいぶ完成してるみたいです。さあというわけでこんな感じでセブンもだいぶ組み上がって、エンジンももう搭載されてるみたいです。こんな感じ、はい、この辺に関しては詳しくボンドボディの多分ブログでご紹介すると思うんで、お楽しみにということで、こういったレストアだったりだとかリフレッシュなんかもできます。そして今気づいたんですけど、一番最初に紹介したポルシェと同じアゲートグレーということで、めちゃくちゃ綺麗にペイントされております。そしてですね、おかげさまでボンドボディめちゃくちゃ忙しくやらせていただいてます。板金担当の智也先輩が死にそうです。というわけでもう全業種求人募集しております。板金、塗装、あとはラッピング、磨き、全部、特に経験者の方、興味のある方、ぜひリクルート欄からご応募いただけるといいんじゃないかなと思います。ただホームページのそのリクルート欄とかって結構その連絡しづらいじゃないですか。なんでそういう方は私のツイッター、まあ、あとはインスタグラム、まあ、そちらに DM いただいても対応できますんで、ぜひご連絡ください。そしてですね、なんとなく興味あるんだけど、どんなとこでどういう仕事してるのかなとかっていうのは事前に会社見学もできますんで、お気軽にお問い合わせください。さあというわけで今回は新しく始まるテックアートの991.2 の入庫の様子と、まあ、あとはその他進捗をお伝えしました。ボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。